チェケラッチよは日本の小説、映画。原作は脚本家の畑健日氏が手掛け、小説と映画の脚本を同時進行で執筆。小説版と映画版は映画の小説家でも原作の映画家でもなく、媒体の異なる別バージョンという関係になっており、主人公も異なっている。映画版は宮本理恵子の監督、フジテレビ、東宝、 SDP の制作で2006年4月22日から東方系で公開された。沖縄に住む高校3年生のトール、ただ、赤月、鉄尾の4人はある日人気ヒップホップバンドワーカホリックのライブを見たことをきっかけにバンド098を結成。楽器もまともに触ったことがない彼らはワーカホリックのライブの前座として出演するも散々な結果に終わる。 一方、バイト先の水族館で、トールが一目惚れした年上の美女、渚はワーカホリックのメンバーである両ょの彼女だったことを知る。それぞれの気持ちが複雑化した098の4人は自分たちで再びライブを行うことを決意する。出演者のエモという、平岡優太、松重豊は2005年の夏に放送された、ウォーターボーイズ2005夏でも共演し、 江本と平岡は友人同士の役。平岡と松茂は親子役とこの作品と共通している。ありがとうございます。